Estis Hello World! どうも、ひるさがいのジャマイカでーす。ということで、久しぶりにですね、懐かしい挨拶をしてみました。じゃあ、前回の動画のコメント欄でですね、久しぶりに前の挨拶やってくださいって言われたので、ちょっとこれやってみました。ってことで、今回撮っていく動画なんですけども、車に乗って戦っていくときに、戦いを有利に進めていくために、絶対に知っておかなければいけないこと3選ということでですね、3つのですね、重要なことを紹介していきたいなと思っております。ちなみに最初に断っておくと、荒野行動というゲームなんですけども、車のスキン、ないと、ある人より強くなれませんということで悲しい現実ですね。課金をしたら、有利に立ち回れるゲームになっております。珍しいですが。はい。それだけはね、もう先に言っておきます。打ち合いとかの面では、そこまで差は出ないとは思うんですけども、差は出ないというか、なんなら練習次第ではね、差は出ないと思うんですけど、こういう車を使った動き、立ち回りに関しては差が出ます。なんせ車の性能に差があるので。で、まずなんですけども、その重要な3つの点を紹介する前に、まず前提としてね、絶対にこれだけは欠かせない知識というものがありまして、それ何かと言いますと、多分ね、皆さん知ってると思うんですけど、車に乗ることによって視野が広がります。これはね、もう多分皆さん知ってると思うので、飛ばしても大丈夫です。15秒ぐらい飛ばしちゃってください。これは普通に車に乗ることによって、圧倒的に視野が広くなるんですよ。乗った瞬間の視野広くないんですけど、ちょっと進むボタンを押した瞬間に視野が広くなるので、索敵とかではね、車を使ってね、常に車に乗って索敵をしていくっていうのが、一番いいんじゃないかなと思います。こういう塀の裏にピタッとくっついていたとしても、しっかりと塀の反対側まで見れるって感じですね。ただ、普通の人間の視点だと、そんな遠くまで見えないし、結構見にくいって感じなので、車に乗るのが何が強いのかっていうと、索敵できる範囲が広がるっていうのが、まず強いことかなと思います。シンプルに敵引いてワンパンっていうのもあるんですけどね。とりあえず前提として、これは知っておいていただきたいですね。はい、ということでお待たせいたしました。車を使って戦う場面において、重要なこと3点ですね。はい、まず1つ目。これはですね、設定側の問題です。設定側の問題です。こちら僕がしてる設定なんですけども、通常のね、デフォルト設定だと、この操作設定の基礎設定の一ちゃん下ですね。視点を自動で戻すっていう部分があるんですけど、これね、オフにした方がいいです。これね、デフォルトでオンになってるんですけど、これオンにすると、こうやって横にね、例えば左側にね、視点見たいなと思って見て、そのまま運転するとするじゃないですか。で、指離しちゃうと、勝手にこうやって視点がね、前に戻るんですよ。で、後ろに、どんなに後ろにしても、視点が勝手に前に戻ります。これが視点を自動で戻すがオンの状態です。で、これオフにした方が絶対にいいです。確実に慣れたらこっちの方が強い。っていうのをまず1つ目として知っていていただきたいですと。で、続きまして、2つ目ですね。2つ目は、これね、車から降りて戦うときに必要な知識なんですけども、降りるときに自分が向いてる方向はどこなのかっていうことですが、これはですね、先に答えを言ってしまうと、カメラを向けている向きですね。自分がエイム合わせている向きになります。例えば今この斜めの状態、車斜めの状態で降ります。すると、はい。同じ視点の向きですね。同じ視点の向きで降ります。で、逆にしてみて、例えば後ろにしてみると、はい。その向きで降りるっていう感じになっております。で、さっき言った一つ目の重要な設定ですね。重要な設定。で、これオフにしといた方が、これがやりやすいので、僕はこれオフおすすめにしておりますね、これ。どんなに早く動き回ったとしても、自分がね、視点を合わせておけば、このように視点があった状態で、車から降りることができるっていう感じになってますので、これは、伝えしておいてください。ということで、三つ目なんですけども、三つ目はですね、ちょっと傾斜のあるところでの戦い。これはまあ後で実践の動画がありますので、そちらを見ていただけるとありがたいんですけども、ちょっと傾斜のあるところでの車の戦いですね。これの時に、降りる場所、降りる位置ですね。降りる位置っていうのも知っておいていただきたいです。重要な点三つ目、降りる位置ですね。車から降りる位置。それはどこなのかと言いますと、傾斜の下側です。例えばこれで言うと、左後ろになるのかな。左側か。この場合だと判定的に左側ですね。例えば、こういう風に斜めにね、車を配置している場合は、これ左側ですね。はい。で、逆に、これを、反対に向ける。車反対に向けます。そうすると、はい、これ右側ですね。車の右側。傾斜の下側に降りるようになってます。つまり、こういうなんか傾斜が結構厳しいところ。こういうところだと、はい、下側ですね。下側から降りる。っていう風になってます。で、これも戦いにおいて重要な
点になってくるので絶対覚えてください。はい、ということで今紹介したような、まあ、車で戦う時に重要な 3つの点を使ってですね、まあ、若干ちょっと射撃場で戦ってみますと、まあこんな感じですね。ちょうどよく遮蔽物、例えばこういうところで降りて、まあ、遮蔽物も利用しながら戦っていく、まあ、こういう戦い方も一つの手かなとは思います。はい、でちょっとレベルが上がるんですけど、ここまで使いこなせたら車の使い方としては十分だなっていう点として、遮蔽物がない時、まあ、例えばねこういう斜面とかって遮蔽物が結構ないことが多いんですよね。まあ、こんな山頂の上の部分に石とかがドンって生えてたら邪魔じゃないですか。まあ、多分その理由で生やしてたらない、生やしてはないと思うんですけど、まあ、こういうところとかで戦う時にどうするのかって言いますと、この自分自身の車を遮蔽物になるように降りるっていうのが重要なんですよ。でそれもさっき言ったように、例えばねこの山の上側に敵がいるとかなった場合、例えばこのように降りたら遮蔽物にすることができる、一瞬で遮蔽物にしながら戦うことができるし、この丘と丘で見合って戦うとき、例えばこの反対側の斜面に敵の車がいるみたいな状態のときが結構多いですかね。まあ、こういうときとかもちょっと車前に流して自分は後ろに降りるので、まあ、こいつを遮蔽にしながら前に出てって戦うっていう戦い方っていうのが一番車を使った戦い方としていいんじゃないかなと思います。まあ、逆に言うとなんですけども、この丘の下にいる敵に対して降りて撃つっていうのがやっぱり弱くなっちゃうんですよね。まあ、なんでかっていうと、これ遮蔽にできないんですよ。遮蔽にできません。例えばここの岩とかにいる敵に対して降りて撃ってしまうと、はい、もう遮蔽できずにただただ体が丸出しになって撃ち合うことになってしまいますので、まあそういう場合はまあちょっと車流しつつ後ろに若干引いて、一瞬で後ろに若干引いて戦いに行くとかっていうのも考えとしてあるかなと思います。まああとちょっと言い忘れちゃったんですけど、これね逆側に降りることってないんですよ。例えばねこれ丘の斜面の下側になっていても、この車の先端から降りる、まあ普通逆だったらここから降りるはずなんですけど、これ車の先端じゃないですか。これ車の先端側から降りることってないんですよ。まあ、なんでこれも知っておくと便利かなと思います。まあ、なので、まあ、さっき言ったすぐに降りてから後ろに下がる、後ろに下がって車線を切るっていう動きっていうのが重要になると思います。でこれ山の下にいる敵に対して横にして戦ってしまうと、やっぱりね車線をね切りづらいんですよね。まあ、下から降りてしまうので、これ敵のね車線ガン通りなところで降ろされてしまうんですよ。これ斜面の下の敵で車を横にして戦うと、これねなかなかやりがちなミスかなと思います。まあ、なのでできる限りねもう前にした状態ですぐ下がって車線を切れるっていう状態がまあ一番強いかなと思います。まあ、車線切れてるのか分かんないですけどね、こんぐらいでかい斜面だと。まあ、ただ横にするときは斜面のことちょっと気にして戦っていくっていうのがやっぱ重要かなと思います。まあ、理解しておけば、例えば降りてすぐに後ろに下がってこうやってね車線を切りに行くこともできるっていう、まあ選択の幅が増えるので、まあ、こういうのも知っておくと便利かなと思います。はい、ということでここから先はですねちょっとイメージが湧きづらかったと思うので、まあ、実践の方で、まあ、車を使ってですね戦うシーンがですねしっかり撮れましたので、そちらの方を見ていっていただけるとありがたいです。ということでだいぶ遅くなりましたが、皆さん行きますよー、せーの、やっていこうじゃんマイカー、ということで行きましょう。え、下いる下いる下いる下の岩いる下の岩いる、撃てるよ、撃てるよ、撃てるよ、待って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 、前も前もいるから撃ってとこ、待って待って待って、いいよいつでも、どれどれ、もう両方左両方左、はい、せーの、あバイク、せーの、ナイス、バイクバイク、あっ止めた、待って蹴る下、アンチがアンチがアンチが、うん、アンチが名前、あー結構いいのか、待って待って、やばい、引けない引けない、やるしかないこれ、じゃあもういる、待ってバグった最悪、いやでもいいよいいよ、痛い痛い、あーえ死んだ